はい、鉄道模型工房のジジイです。今回もよろしくお願いいたします。今回はね、ちょっと内容てんこ盛りなんで、詳細は後でちょっと説明します。まずオーバーコートをします。使う、塗料というのは、グリーンマックスカラーのナンバーの44、半ツヤコートクリアというのを使います。希釈は今までの塗装と同じように薄めにしてます。あまりこうたくさんドッと塗ってしまうと、ボテッとした感じになるので、薄めにさらっと拭くだけにします。よくブログなんかでインスタントレタリングの上にラッカー塗料をちょ、あの、拭くと、溶けるとかね、細かい字がにじんでしまうとか、そういうのを見たことがあるんですけど、僕はね、あんまりそういう、あんまり無神経なのかどうかわからないんですけど、僕はあんまりそういうことで悩んだことはないです。ただやっぱりちょっと最初はね、レタリングの細かいところにか、軽く拭いて、で、少し乾燥してからこう本拭きするっていうこともしてるんですけど、最近あんまりもう気にせずに、もう一発目からバッと塗っちゃってます。で、ご覧のように、ちょっとね、今回もすいませんね、ピンと少し甘いんですけど、表面にがツヤが出る、光沢感が出るまで拭いて、1回塗りだけですね。まあ見てあまりこう薄すぎるような感じかな、もうちょっとこうオーバーコートした方が綺麗かなという時ぐらい2回拭くぐらいで、ほぼほぼ1回拭くだけにしてます。こんなね、ツヤがテカッとした感じね。で、反対側も同じように拭いていきます。で、この時は特に気をつけて、少し厚めに塗るのは、前回の塗装の時でも言った車体、裾の部分、よくね、物が当たるところ、ね、そこはちょっと厚め、少し厚めに拭いて、塗装の剥離がちょっとでも少ないようには気をつけてるんですが、まあ、効果がどれだけあるかっていうのは、あんまりこう調べたことないので、ようわかりません。まあ、気持ちの問題ですかね。ね、裾だけは、裏からも、裏側っていうか、車体の裏側も、裾部分だけは、エアブラシで拭くようにしてます。で、特に艶消しは僕はあまり使わないんですけど、半艶もそうなんですけど、あまりこう、薄拭きを何回もしつこく拭いてると、エッジの部分ですよね。窓枠のとことか、あと、デッキの、へこんだ、一つへこんだところとか、そういうところに、粉が吹いたりする。で、あまり、こう、しつこく何回も吹いてると、そういうことが起こるので、オーバーコートは、なるだけ、こう、さらっと吹くだけにしてます。で、これ今、屋根の片面吹いてるんですけど、こうしてひっくり返したらわかると思うんですけど、ほら、ちょっと粉、ね、屋根に粉が吹いたような感じになるじゃないですか。これだけでもこんな感じになってしまうので、なるだけこうたくさん拭かないように、しつこく拭かないようにって言った方がいいかな。しつこく拭かないように気をつけてます。で、今回はね、このオーバーコートをする作業と、で、後回しにしてる窓サッシですね、窓枠を別パーツで僕は後でつけるんですけど、それの、下地作りと、プライマー塗装と、で、本塗装と、点検孔の部分の塗装と、キャンバス地を拭く、マスキングしてキャンバス地を拭くっていうところまで、していきます。あと、窓の貼り付けとね。はい、これは、その窓の、サッシ部品になります。もうこれ、キットだいぶ古いキットなんで、表面が酸化してるので、酸化してて、いっぺんこれ塗装してるんですよ。塗装して剥離もしてるので、プライマーが部分的に残ってたり、あと酸化してたりするので、もう直接研磨スポンジで磨いてます。で、これね、一個一個曲げないようにね、柔らかいんで曲げないように気をつけながら、こうして研磨をしていって、
って、で、最後に、この金属の粉ですよね。それの除去と、んで、指で触っているんで、脱脂処理を含む、兼ねて、アルコールで、洗浄します。で、アルコールも洗浄するのは、そうそう、忘れてた。あと、このエッジの部分ですよね。ここは、上からこう、研磨スポンジで磨いても、ここは磨けないので、表面をきれいに整える意味も兼ねて、番手のすごい細かい、ヤスリで、棒ヤスリで、軽く、本当にこれ軽くなぞっているだけなんですけど、ここも、きっちりと研磨して、あと、プライマーの残りカスみたいなのをね、取るよう取ってます。で、こういうね、研いだ後の金属粉とか、指で触ってるので、指の、油分ですよね。それを、取り除く作業って、まあ、本当はブラスクリーンとかがいいんでしょうけど、脱脂も兼ねて、もう、ブラスクリーンはね、これ、研磨スポンジで磨いてるんで、酸化物は完全に取れてるので、ブラスクリーンもせずに、脱脂のだけ、脱脂作業だけ、こうしてね、アルコールで、脱脂作業をします。筆で一つ拭くのもいいんですけど、もうめんどくさいんでね、こうして瓶に入れて、もうシャカシャカするだけで、脱脂できるので、こうしてシャカシャカ振って、で、ペーパーの上に、これも細かい、繊維が出ないペーパーなんで、このペーパーの上に並べて、アルコールを飛ばします。で、上からもう一枚重ねて挟んで、水切りみたいな感じでね、アルコールを飛ばして、これ指でちょこちょこ触ってるんですけど、もうこれアルコールでベタベタなんで、この上に新たに油が乗るってことはないので、こうしてきれいに並べて、で、上から押さえて、アルコール分を飛ばします。これで十分飛ばせます。ところがね、これ作業してて後で気がついたんですけど、まあ、大雑把に油を取るのには必要な工程なんですけど、これを塗装するのに、部品をこうキープをしないと塗装できないじゃないですか。そのキープをするのに、両面テープの上にこれを並べて固定して片面塗って、で乾いたら反対向けて裏面塗ってっていう方法もあるんですけど、そうするとどうしてもエッジの部分がバリみたいになっちゃうので、僕はいつもこうして割り箸ですよね、これ割り箸にカッターで溝を掘って、で、そこに、挟むように、部品をキープすると、塗り残る部分っていうのが、本当の隅の一点だけで、できるっていうことと、両面一度に塗装できるので、エッジの部分が、バリにならなく、綺麗に塗装ができるっていうので、僕はいつもこういう、窓のサッシパーツを塗るとき、別で塗るときは、こうして、割り箸にこう樹状っていうかね、こんな形に刺して塗ってます。ただこれ押し込むときに指で触ってるんで、その部分は筆、アルコールを示した筆で拭いて、脱脂してます。で、これからプライマーの塗装に入ります。で、プライマーはね、いつも使ってる、ガイアのマルチプライマーやったかな。それを、拭きますけど、これもあんまり、あんま熱く塗りすぎると気をつけないといけないのと、やっぱりこう、大事なのはドアの断面なんで、まあ、サッシの断面なんで、断面にちゃんとプライマーが入るように、こうして斜めから、正面からじゃなくて、斜めからばっかり拭きます。まあ、正面は端の方が、プライマー乗らないので、その部分だけは正面から拭きますけど、それがもうほとんど斜めから拭くと、エッジのところにちゃんとプライマーが乗ってくれるので、こうして横から、ほぼ横からと、あと割り箸に刺してるところですよね。角の部分にプライマー入りにくい、エアブラシの塗料が入りにくいんで、そこも気をつけて塗ってます。
で、プライマーの処理が終わったんで、これブドウ1号を拭いてるとこです。これもね、同じようになるだけ斜めから拭いて、で窓のエッジの部分を中心に塗って、で塗り残してる部分だけ上から拭いていく、塗り残されてる部分だけ、正面から拭いてフォローしてあげるっていう風に塗装していくと、あまり失敗がないかなと思います。で、車体の方はオーバーコートの半ツヤクリアを塗ってるんですけど、窓サッシの窓枠のパーツは僕はあえてオーバーコートをしないでいってます。まあ、理由は車体につけた時にツヤありとツヤの違いが出てええ感じになるから別にしてます。でこれから塗るのが、屋根のハッチの部分ですよね。点検蓋、外野カラーのニュートラルグレーに、これって光沢塗料なんで、なんていうかな、フラットベースを混ぜて、少しツヤを抑えて、希釈してしたものをエアブラシで拭きます。で、ボディとか触ってるんで、本当はアルコールで脱脂したいんですけど、アルコール強すぎて、これ塗ってる塗料が、剥げちゃうので、これ使ってるのはセーム革です。で、昔から伝統の息でハーって拭いて、拭いて脱脂をする。まあ、これで十分脱脂ができるので、これで脱脂してます。で、ホコリを取って、ニュートラルグレーを拭いてます。で、まあ、このニュートラルグレーが、塗るところは本来は点検、空調用の点検蓋のとこだけなんですけど、マスキングっていうことも兼ねて、あとは、この後に塗る塗料の、発色っていうか、色目っていうのも考えて、屋根全体に拭いてます。で、この屋根が乾いたら、このハッチのところ、点検口のところだけマスキングして、屋根本来の色を塗っていきます。一色でベタッと塗ってもいいんです。まあ、それ好みなんで、皆さんのお好みで、塗っていけばいいと思うんですけど、僕は点検蓋と屋根っていう、色調っていうか質感変えたいので、こうして、分けて塗ってます。で、これもね、あんまり厚くならない、厚塗りにならないように、希釈は、車体を塗るよりもちょっと濃いめで、なるだけ、塗り一発だけで、発色するようにしてます。で、屋根を塗るときは、特にこういう寝台車の屋根って深いので、上からばっかり拭いてると、雨どいのところの、側面ですよね。雨どいの間、隙間ですよね。あそこに、塗料が入らないので、真横からも拭くようにしないと塗り残しちゃうので、というか忘れがち、見落としがちって言った方がいいかな。見落としがちになるので、そういうところを気をつけて、確認しながら塗っていくと良いです。で、窓サッシ、あと雨どいの隙間ですよね。あそこも、ちゃんと塗料を入れとかないと、マスキング剥がした時に、結構乱れるんですよね。で、言いながらも僕もあんまり綺麗に仕上がったことは少ないんですけど、で気をつけて塗っていきます。で、窓ハッチのところって別パーツでつけてるので、横の段差のとこですよね。あそこに塗り残しが出やすいので、そこをきっちり塗り残さないように、斜めから4方向から拭いてきっちりとそこも塗れるように色が入るようにしてます。大体は1回塗ったら乾燥ある程度乾燥してもう1回塗るんですけど、屋根に関してはもうこの1回きりです。っていうのはハッチのとこだけの色なんでね。だからあんまりこうたくさん塗っちゃうと屋根がボテッとしちゃうのと、ハッチと屋根のところのエッジっていうのがね甘くなってしまうので、めちゃめちゃ陽酸塗ってるように見えるんですけど、塗料自身はそんなに濃く溶いてないので、
そんなに厚塗りになってないです。これから塗るのが、スエード調スプレーっていう塗料です。これはグレーですね。塗料にフレークっていう混ぜ物がしてあって、塗った感じがすごくザラザラする感じにしてます。で、これはスプレー缶なんですけど、このスプレー缶で塗っちゃうとものすごい厚塗りになってしまうので、スプレー缶から、塗料だけ瓶に噴霧して、でシンナーで、ね、いつものように薄く希釈して塗ります。で、エアガンなんですけど、これ中に入っているフレークすごい大きいので 0.3 では、吹けないです。で 0.5 の、ハンドピースでもギリギリ吹けるけど、多分やめた方がいい。ノズルが詰まるかなと思います。で、これはオリンポスっていうところの、エアガンで、0.8 ミリです。で、重力式じゃなくて吸い上げ式ですね、これは。で、瓶はそこガラス瓶になってて、希釈した瓶をそのままつけて吹くことができます。で、ガンは、ワンアクションタイプですね。トリガーを引くだけで、エアが出て、で、引く量によって、濃度、塗料の出る濃度が変わります。で、まず、一発目でドバッと吹いちゃいます。っていうのは、この塗料って、薄く塗り重ねていくと、本当にこう、粉がどんどん吹いてくるので、一回目はドッと吹いてしまって、様子を見ます。で、ちょっと乾燥してきたら、サイドのね、塗り残しが出るところを補強、足していくっていう感じですね。あと、ムラが出ているところを修正するっていう感じです。これ、フレークが大きいので、ちょっとしか吹いてないつもりでも、すごい厚塗りになってしまうんで、スエード調スプレー、すごく質感がいい塗料なんですけど、塗るときはこうして気をつけて塗ってください。スプレー缶でそのまま吹いてる人もいるんですけどね、僕は、もうこれ、売ってない塗料なんで、スプレー缶から別に出して、シンナーで希釈してケチケチして使ってます。で、黒もあるんですけど、車両によってその黒とこのグレーを混ぜ具合を変えて、屋根のこう色目を変えて調整をしたりとか、あとブログで見たら下地に黒を塗ったりとか濃いグレーを塗ったりとかして、屋根の色の質感を変えてる方もいらっしゃいます。すごくいい塗料なんですけどね、もう販売されなくなったのが悲しいですよね。僕ももうあと一缶しかないので、今後どうしていこうかなと思ってます。で、これはね、キャンバスの継ぎ目を表現する塗装してます。で、僕はこうしてマスキングで4本の線をマスキングで出しといて、その上にクリアですね、本当の純粋なクリアを拭いてます。表現、仕上がった感じは、もうすごく地味に、うっすらと、キャンバスの継ぎ目が出ます。これも、車両によって、いろんな、例えば、ちょっと濃いめのグレーを塗ったりとか、いろんな方法があるかなと思います。中にはね、細切りしたマスキングテープを屋根に貼っといて、その上から、スエード調スプレーを拭いて、キャンバスの継ぎ目の表現をしてらっしゃる方もいらっしゃるんで、これも工夫次第でいろいろできるんで、いろいろ皆さん挑戦してみると楽しいんじゃないかなと思います。で、乾いたところで、これからマスキングを剥がしていくところです。ちょっとね、確認して薄いなと思ってるところだけ、こうやって拭き重ねて、まあ別にムラがあってもいいと思うんですよ。それはそれで味やと思うんで、あんまりこういうところ気にしなくてもいいかなと思います。でね、塗装も乾いたんで、マスキングを剥がしていきます。まだ完全には乾いてないかなと思うんですけど、あんまり目立たないんで、もうどんどん剥がしちゃいます。僕はね、このマスキングテープのこの幅は9ミリでカットしてます。9ミリを真ん中に3本貼って、あと残り
を覆うように両サイドを貼ると。これがね、あのこう光の加減によっては分からないかと、あの分かりにくいかと思うんですけど、あの見ればね、こうしてあの光沢の筋がスーッと入って、まあね、ちょうど控えめでええかなと思うんですけど、あんまりこうね、キャンバス継ぎ目がど、あのはっきり見えすぎるてもどうかなと思うんで、実物をね、実は見た覚えが僕あんまりないので、あの控えめに表現をしてます。このね、あのつま板のところのマスキングってあの難しいですよね。あの円に綺麗にマスキングしないといけないのはね、なんかね、あの同じ形式の木と組んでないやつがあったら、それをテンプレートにして、あの肩でシャーッと切って貼っ付けたらいいんでしょうけど、ね、このマスキングを剥がすときに、そのドアの、あ、ドアじゃないわ、あの雨どいのとこのね、塗料が、あそこすごいマスキングを剥がすときに剥げやすいので、剥げないことを祈りながら気をつけて、そろりそろりと剥いでも剥げるもんも剥げるんで、で剥げてしまったらもうそこだけは細い筆で修正するしかないので、もうここまで塗ってしまったらもう芯がつけるのと修正とどっちがええかったら、僕やったら修正をするんで、もう剥がれてしまった場合は仕方ないです。ほんと剥げやすいんですよね、あの雨どいのところってね。今回はね、綺麗に塗装が剥げずに、うまいことマスキングを剥がすことができました。でね、今見てもらっても分かると思うんですけど、色目がほらブドウイチゴの色目って変わるでしょ、日にちが経ったらね。まあこれオーバーコートしてるからっていうのもあるかと思うんですけどね、ツヤのないものからクリアを塗ると多分色が深くなるので、それでこうやっていい感じに仕上がるのかなと思ってます。でこれね、点検蓋、正確的には空気調和装置点検蓋っていうのかな、それのマスキングを剥がしてます。これはね、このパーツは富士モデルのマルネ40かなに付属してる部品をパーツだけ頼んで取り付けてます。もうちょっと実物は横幅広いかなと思うんですけど、まあ雰囲気ですよね。ほんでこれから窓のサッシを、窓サッシじゃなくて窓枠やね、をGボンドのクリアっていうのを使って貼り付けていきます。糊付けしていきます。でこの糊は半乾きやとはみ出たところっていうのは取れるので、ここはよく使います。でこれもね、全部の窓19個をきっちりとこう位置を合わせながら付けていくのは結構神経を使うんですけど、ハンダ付けをしたものと違ってまあボンドで付けてるんで、全体が仕上がってみた時にはずれてるなと思ったらそこだけ貼り直せばいいので、まあ、僕はこう窓枠と車体の質感を変えたりするとアクセントになるので、いつもこうして窓枠はハンダ付けせずにこうして後から接着剤で付けてます。これね、指についた糊が車体を持った時にそこにまた糊ついちゃうんで、めんどくさいですけど、1枚貼るごとにこうして指の糊も取りながら作業してます。こうしてね、細いドライバーの先にこうして糊のこのちょっと半乾きの塊をつけて、それでこうしてペタペタしながら余った糊を取ってます。時々ね、貼っ付けた窓が一緒にひっついてくるんですけど、まあそれはまだ乾いてないんで、新たに上から押さえればちゃんとひっつくんで、まあ、あまり、まあ、気にするときはちょっと片指で押さえながら、もうほら浮いちゃいましたよね、ああなっても大丈夫なんで、余分なとかはみ出た糊っていうのは
もうできる限り綺麗に取ってしまいます。特に表側にはみ出てるやつは当然ね、綺麗に取ります。これを、全窓19枚頑張って取っていきます。めんどくさいんですけど、ハンダ付けする作業と考えたら仕上がりも調整できるし、こっちの方が僕は好きなんで邪魔くさがらずにやってます。こうしてね、微調整できるのがいいですよね、別付けにするとね。で、これ谷川のキットなんですけど、谷川のキットにも2種類あって、4枚か5枚ぐらい窓を一度にプレス抜きしたやつと、でこうしてパーツが一つ一つプレス抜きしたやつと、どうも2種類あるみたいです。僕2種類とも持ってるんですけど、どっちがいいかな。手間考えたらいいですよね、まとめた方がいいですよね。でこうして19枚、19枚じゃあまだこれ半面残ってるんで、ビデオはもう半面の作業で終わっちゃいますけど、こんな感じで窓枠を貼っ付けてます。でこの作業が終わって、あとはホロ吊りとホロを塗装して貼り付けたら車体は完成になります。でこの後は、この後ビデオはね、室内、パーツの、室内シールの作り手順っていうか作るのと、で室内パーツをつけていくっていう作業になります。はい、今回もね、最後まで、ちょっと長いでしたけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ぜひお願いします。でね、評価も、グッド評価、バッド評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。